はい、どうもー。あ、脇が見ちゃう。あ、この T シャツでよく脇見えるよな。俺、脇汚ねえから見せたくないでーってことで、はじま京志郎です。なんかさ、ちょっとずつ声がちっちゃくなってってんだよなって思ったけどね。俺はこれを今から他人のせいにしようと思います。そう、物のせい。マイクのせいです。ですが、マイクの知識も、マイクを買うお金もありませんので、いろいろできませんね。残念って感じです。いや、残念ってやつです。まあ、喋っていこうか。今日はさ、ワンピースタンピード2回目見に行こうとしたけど、太ももの下にできた、出来物が痛くていきません。ふふふ。なわけあるかー。プシャプシャ、プシャプシャ。最悪のノリですね。俺の2年前のノリです。いや、2年前かわからんけど。ああ、もう見れなくなっちゃったよ。ああ、ていうか、なんで俺がね、そんなワンピース好きなのに、スタンピード好きなのに見てないかって。たけえのよ。ワンピース、スタンピード、たけえのよ。高かったらさ、ダメ、そのなんか、物の価値とかね、以前に。金がねえのよ。うん。すごい物の価値としてはいいと思うんだけど、あ、高えのよ。高かったらな、高くて金がなかったらいけねえのよ。うん。だからいけてないって感じです。でも今日超痛い。ああ、痛いよー。いや、痛いって思ったらより痛くなる。ここは痛さの反対、死の寒さをイメージしよう。ってね、なんでね、死を連想しようとする。ね、別に死を連想してるわけじゃありません。死の寒さ。でも本当に死って暑、寒いのかな。で、暑いだろ。痛いし、痛いな。死にたくないね。うん。だからといってなんかよくわかんない空間にいっぱい続けるのも嫌だな。めっちゃ生きられんのになんかつまんないとこにいるんだったらね。つまんないくらいだったらね、そんなね、いっぱい生きる意味ないからね。楽しいからこそいっぱい生きなきゃダメなんだからね。楽しいことはいいなぁ。いいなぁ。楽しいことはいいなぁ。俺はモノマネができない。今、志村けんのモノマネ。あれ何のモノマネじゃん。ケーズ電気。ケーズ電気や。いいよなぁ。みたいな感じか。あれ多分ケーズ電気だよな。安心パスポート。何が安心パスポートじゃ。そこに怒ってる。笑ってんのかと思ったら怒ってるよー。わー、なんか分かりやすいテンションしすぎ。分かりやすいとあんま面白くないから。いや、分かりやすいのはいいことなんだけど、俺が分かりやすいものしようとすると面白くないから。もう出来物が痛くてたまんないよー。助けてダイモン。なんかね、やっぱドラえもんっていねえんだな。って思ったけど、俺楽しんでるからな。のび太別にね。別にじゃん。ドラえもんがいなかったのび太の物語とかすごい、やらないのかな。やらないよな、やってないんだから。ドラえもん、モノマネっていいね。ませる気ないじゃん。ませる気、似せる気ないじゃないですか。はじま京志郎さん。変なテンション。そうなんだよ。変なテンションなんだよ。そうです。私が変なテンションです、ね。テンションの塊でした。最強じゃん。まあでもいいテンションも悪いテンションも全部飲み込んでるから、もう普通のテンションなんだろうな。うん、何しよっかな。超痛い。敵モンがいて。ニンテンドーペッ！ニンテンドースイッチのさ、ライトのカラー、ひどくない？あれ。なんであんなもんをさ、なんでさ、ちょっと、多分あれって戦略でしょ。
この色と言ったら任天堂スイッチライトみたいな風潮作りたいんだろうね。いやでも色揃えてよ、なんでなんでさ、もうまともな色してくれないんだよ。ジョイコンの色も全部クソなんだよ。白と黒は置いとけよ。なあ、何考えてんだよ。任天堂は色のセンスがないのかな。確かにな、ファミコンとかスーパーファミコンとか64、色のセンスなさすぎるよなって思ったけど、そうでもないか。いやでもさ、リモコンをさ、白とか黒とか売ってくれりゃいいのに。黒いジョイコン伝えて使いてえのにさ。これでもし俺スイッチライトがさ、故障なんだろうな、あの任天堂スイッチの問題を解決できてなかったら、俺はだいぶ買うのをやめちゃうよ。俺スイッチライトはね、あの12月に買う。12月に入るね、あのクリスマスマネーをね、クリスマス誕生日用のお金をもらって俺は買います。 Anyway サブマン Anyway。 お、脇見えてる。うざっ、何この服。地球の上に夜が来る。急に歌う。腹立ったからね。あ、痛え、目の上痛え。痛いよ。今痛くないけど別に。あ、腹立つ。急に歌うから怒られた。急に歌うなって。怒るなよ、急に歌ったくらいで。ああ。ああ、今日までにいろいろ本の予約とかしなきゃいけないのか。めんどくさい、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 ちゃんとこれは装病じゃない？いやもう装病になろうとしてんだ。俺は装病じゃない。ただテンションがすごい高いだけ。急にテンションを変えること面白いと思ってるだけ。いやでも急に変えるのいいもんな。急にさ、キリッと変えるっていうか、カチッと変えるのっていいじゃん。そうか。新連載っていうので、なんか急に号泣してる人がいた。新連載の中にすごい泣いてる人がいて笑っちゃった。面白い、号泣面白。それも悪い人じゃん。地球の上に夜が来る。それじゃ閉まらんって。地球の上に夜が来てまーす。貴様とまさみ。ドイビビ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 。おーベベじゃん。おベベ。おーベベはなんかリーガル範囲ない。これは全部今ね、加藤純一さんの放送を見て作られたアイディアのギャグたちです。リーガルハイ見たよって言ってたし、最近久本雅美でーすっていうの見てたし、でも本当はあんまそういうの言っちゃダメなんだろうな。俺も気をつけなきゃ。でも言いたいこといっぱい言いたいよね。ねえ、言いたいことみんなの代わりに言うふりして自分の言いたいことだけ言っていこう。言いたいことは言おう。言いたいこと特にないな。まあ、YouTube は本当なんか水溜りボンドと加藤純一しか面白くないな。それは嘘だけどね。たまに見る東海オンエアと夕闇が面白いんだよ。でも俺はよく言う不純物理論っていうのがあって、まあこれ理論もなんかうんこちゃんから出てるよね。〇〇理論って言うとまだうんこちゃんかって言うけどあるよね。で不純物っていう、俺最低な人間なんだけどさ、まあそれが良さでもあり、でもやっぱり枷になってる部分っていうのもあると思う。まあ、東海オンエアで言うと夢丸さんっていうね、俺最低でしょ。でもあの人ね、俺は別にあの人面白くしなくていいんだよ。俺は普通に夢丸さんとしてね、まあ夢丸っぽいことしなくてもいいけど、急になんかあちゃ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 とかやるじゃん。本当になんか嫌だなって思うんだよね。やってなかったじゃん。まあ動画に出る回数が少ないからそういうのはないんだろうけど。俺はあれ好きじゃないんだよな、なんか。
すぐ手出すとことかさ、面白くないもん。やっぱ暴力するなら面白くしなきゃダメなんだよ。まあ面白い暴力ってなんだろうって思ったらあれだね、まほとさんがいつも動画締めるときにうまいこと言って後輩がうまいって言うと見せかけて殴るとかね。でうまいこと言って動画締めようとするなよっていうのでボーンって殴んなきゃダメなんだよ。でも俺は絶対にできません。なんでかって人を殴れないので、あ、怖いので、あんな人すごい怖い人じゃん。お酒飲んでね、女の人を踏み潰す、怖いねーねえ。でも多分でも男には日常茶飯事で暴力出してるからね。やっぱ厄介なやつにね、権力を持たせてしまいましたよ。影響力を持たせてしまいました。うん。あー、人気になりてえな。いや、人気になりたくない、別に。お金が欲しいねー。お金が欲しいです。どうも、お金欲しいです。お金欲しいです。お金欲しいなんだろうね。金なり欲しい。今、鉄に変わる金みたいなことを言おうと思ったけど、なんかあんまうまくはまらないなって思ってフリーズしちゃった。地球の上。あー、ワンピース買った後は20世紀少年買わなきゃいけないんだな。俺今さ、ワンピースカラー版全巻買うためによ、金貯めてんの。俺はね。俺っちはよ。貯めてんのな。だからね、オンリーユー、ペッ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 。あ、ワンピース面白かったわ。どれくらい面白かったかっていうと、1スタンピード、スタンピード映画1個分。ひどいね。いや、でもそれくらい今週は面白かったな。面白かったと言うとそこで終わりみたいにするから、面白いね。うん、面白かった。かったんでしょ。面白が続いていく、続いていくよ。いいよ、別にたって言っても過去にしても過去だし、別に。あ、もうおもろかった。いや、でも今週鼻水出ちゃった。面白くて面白いと鼻水が出ます。いや、面白くない時に鼻水出てなかったら面白くないみたいになるじゃん。それは良くない。それは良くない。梅よろしい。いや、ほんとつまんないこと言うのやめよう。言いたくてね、言いたくて言ったらクソつまんなくてさ、超体に負担。今精神衛生がね 70% 割合ダメージみたいなのを食らいました。一撃必殺です、これは。本当に相当やばい。うん、もうここから寝たきりになるレベルでちょっとやばいゲゴしてしまった。そのつまんない感じで言うのが腹立つんだよ。本気でやってつまんないなら言うけど、あの、よくつまんない人が言うつまんないギャグですよみたいな感じでつまんないこと言うのは本当に良くない。うん、やっぱ面白そうやって妥協しちゃダメじゃん。絶対ダメだよ。本当につまんないことしてますよ、してますよ、しましたみたいな感じでさ、やるギャグなんて絶対にダメだからね。だってよく言うじゃん、つまらないこと言ってるやつ、どんつまらない、言ったぜみたいな、それつまらないこと言ってますよみたいな流れというか、その一瞬が毒ですね、これは。はい。いやー、でもワンピース面白かった。すごい、なんか俺の体のちょっと周りの雰囲気がさ、むちゃくちゃだよね。ちょっと今ちょっとどんよりしてきた。やっぱ俺つまんないこと言うのやめなきゃ。まあでもね、梅おろしって言えてよかった。ああ、よかった。ノルマ達成です。何しよっかな。もうご飯食べたい。美味しいご飯が食べたい。でも俺ご飯も作るのめんどくせえから。お母さんに作らせます。ですがお母さんは仕事なのでまだ帰ってきません。それまで
鼻水をすすっときます。すすすっと。うわ、なんかすごいつまんない。もう今日ヒカルさんの動画見すぎてからかな。自分がつまらないせいを他人の動画のせいにするってね、いいことだと思いますよ。お、逆張り本田圭佑、うん、逆張りリトル本田圭佑、うん、逆張りだけは一級品。逆張りって気持ち悪いな。普通に。でも天の尺もなんかね、そんな長くしないでって思っちゃうね、そういう言葉に対して。はい、かゆ、何しよっかな。ここがね、なんかえぐれてる。グロね、世界で一番グロ、ほくろ。別にほくろじゃないんですけど。見せんなよなあ、意図的に見せるな。なあ、偶然で見せるのはしょうがないけど、意図的に見せるなよ。あー、何しよっかな。もうお腹すいた。お肉食べたい。今日はね、お肉食べようと思ったけど、痛いのでいけません。どうしてくれんの本当に。誰が責任取ってくれるんでしょうか。俺でーす。元気がよろしい。あ、でも俺は責任取りませんけど。俺の責任ですが、俺は責任を取りません。なんでかっていうと、一人しかいないので、うん、責任取ってません。責任取るのやめました。責任は嫌だね。責任って日本しかない言葉らしいです。いや、多分嘘です。どこでもあります、責任って言葉。いや、わかんないよ。ないところもあるかもしれない。あ、お腹すいた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 。痛えからさ、喋るだけなんだよ。あー、お腹すいた。コンビニ行って、なんかコンビニの端っこ食いに行こうかな。美味しそうな端っこ。やめとこう、そんなこと。変人にはなりたくない。なってんだよ。そんな発想が出る時点で十分変なんだよ。いや、ちょっと怒んないで、怒んないで。いや、もう。ね。十分変ですね、俺は。よかった、変で。よくない、よくない。いや、いいよ。いいよ。変でいいよ。今、ヒカキンが出ましたね。モノマネが下手すぎるヒカキンですね。ヒカキンのモノマネが下手すぎるヒカキンが出ました。あー、超お腹すいた。なんで時計見るの邪魔されてんだろう、ペットボトルに。超ムカつくな。お腹すいたー。髪切んなきゃいけねー。うわー、今ね、俺の汚いお口がね、見えちゃったかな、見えちゃったかな。でも腹空いてるから、ちょっとマジでやめます。バイバイ。